友人数人と一緒に心霊スポットと噂される廃墟へ訪れた時の記録。彼らが向かう廃墟は果たしてただの噂だけの場所なのだろうか。はいはい、廃墟らしいです。僕が聞いている話では、一家虐殺がされたというとても恐ろしい話がある廃墟です。私が怖くなってどうするんですか。違いますよ。見に行く。ドーン。違う怖さ。違う怖さ。逆に笑っちゃう。聞きました。噂の。廃墟、ここで一家が暗殺されたという恐ろしい場所です。ここ人肉食べたおじさんが住んでた家じゃないの？いや家族が殺されたって聞いたけど。そうなの？うん。あ、そうですね。ちょっと開けてみましょう。開く？開かない？硬い。あ、そりゃそうだよね。置いて帰れそうでしょ。ほんと？見てみる。物がなんか、ああ、ダメだ。柵があって向こう行けない。まあ、回り込めば行けるけど。なんかある？いや、窓は開かないですね。やっぱ入れないよね。埃がすごいもんね。あ、今。え？中でなんか動きませんでした。嘘。奥の方だったんですか？ほんと？なんか光るのかな？なんかあんのかな？まだ住んでる。やめてよ。ああいうとこ苦手だと思ってたよ。いやいやいやないでしょ、こんな露骨に。そうかな、おじさんの食べ残し。その下に子供が生まれてます。やめろよ、気持ち悪い。なんか出ないかな。お分かりいただけただろうか。ああ、ダメだ。柵があって向こう行けない。まあ、回り込めば行けるけど。なんかある？いや、窓は開かないですね。やっぱ入れないよね。埃がすごいもんね。あ、今。え？中でなんか動きませんでした。嘘。いや、奥の方だったんですか？ほんと？なんか光るのかな？軽かった？嘘。なんかあんのかな？人肉です。まだ住んでる。やめてよ。ああいうとこ苦手だと思ってたよ。ねえ、ないでしょ、こんな露骨に。そうかな、
あ、おじさんの食べ残し。その下に子供が埋まってます。やめろよ。気持ち悪い。なんか出ないかな。やばいです。出ないですね。うん。もう一度ご覧いただこう。グレーの洋服を着た男性の背後に寄り添う霊を。建物内に入ることがかなわず外で話している撮影者たち。何の収穫もないまま撮影を続けるが、何気なくカメラを動かしたその瞬間、男性の後ろにべったりとくっついている何者かの霊が映り込む。カメラを撮っている人物や周囲の人物もそのことには気づいていないようである。この霊こそが彼らが探していた廃墟で命を落とした者の霊なのだろうか。何らかの舞台のメイキングなのだろうか。演技練習を記録しているが、固定カメラと手持ちのカメラ2台のカメラで撮影されているようである。演出家の激しい劇が飛ぶが、この演出家の態度など気にならなくなるような事態がこのあと起きることとなる。そんなね、こんなこと逃げなきゃ、ちゃんと作んないと。さっきは荷造りしてたんだから、はい、ね。最初から。はい。あ、やっぱ回してんや。はい、行くよ。はい、よーい。さっき。この子誰？もっともっと全員感情的に。ただの友達。もっとテンポ上げて。俺は〇と付き合うと思ってる。お前が〇したこと全部知ってんだよ。俺は女が止めるよ。それ以上言わないでと。それ以上言わないで。聞こうとするよ、元カレ。なんだ。私もうここを出ようと思うよ。あれこれ、なんだよ。おい、泣いてんだ。泣いてないです。泣いてんじゃん。おい、やめてもらえよ。やめてもらえ、お前ら。泣いてんじゃん、お前ら。やめてもらえ、そんなのやったら。ふざけやがって。芝居じゃねえよ、そんなもん。演技じゃねえよ。しねえぞ。おい、大丈夫、大丈夫。なんだよ。まだ具合悪いのか。まずいんじゃないですか。関係ねえよ、女も。でもちょっと、倒れちゃってますよ。あ？大丈夫ですかね。なんだよ。ちょっとさすがにあれまずくないですか。そんなお前、泣いてなくてお前何も解決しねえんだぞ。お分かりいただけただろうか。泣いてないです。泣いてないでしょ。やめてくれ、やめてくれ、お前ら。泣いてんだ、お前。やめてくれ、そんなのあったら。
やがって。芝居じゃねえよ、そんなもん。演技じゃねえよ。相手も何も解決しねえぞ。大丈夫、大丈夫。なんだよ。なんだ、具合悪いのか。まずいんじゃないですか。関係ねえよ、女も。でもちょっと、倒れちゃってますよ。あ？大丈夫ですかね。なんだよ。ちょっとさすがにあれまずくないですか。なんだお前、泣いてたってお前何も解決しねえんだぞ。お前だけんな。なんだよ、あるな。なんかおかしい。なんだこれ、なんだこれ。なんですか。おい、もうおかしいぞ。もう一度ご覧いただこう。三脚に捉えたカメラに不気味な存在が現れるの。演出家の口調が強く、物が飛ばされる稽古の風景。怒られ泣き出した女優だったが、次第に様子がおかしくなり床に倒れてしまう。そして定点で設置したカメラに切り替わると、先ほどまでその場にいなかったはずの人影が現れる。稽古場やスタジオで霊が現れるという話はこの世に多く存在するが、これもその類の例なのだろうか。仲間数人で怪談話をしていると思われるこの映像、一見するとよくある若者の悪ふざけの動画のようだ。しかし和気あいあいとしたこの時間もまた後に語られる恐怖の体験談になると彼らはまだ知らない。どっから来たかわかんない。その人どうなったか。うわ、ビビった。どうはないわ。超焦るよ。あいつだっけそこ。おお、怖。それが一番怖いんだけど。閉めよう閉めよう。いや怖ね。超焦った。次どうする？次できるでしょ。無理無理無理。今の話はさ、無理よ。いや、できるでしょ。無理無理無理。できるでしょ。やってよ。無理無理無理。こんな怖い話ないもん。じゃあいつやるのって。で、この後の、次の次やる。え、次の次ってなんだよ。どんどんハードル上がっていけ。そうだよ。いや。次やっててもいいじゃん。次は無理、ちょっと。次 V。こんなにしましょう。なんとかやるんだよ、もう。これからやってくれよ。情けない。じゃあ、ま、で、できる次。次？うん。じゃあね。お、できる。おおいいね、これこうだよ。すごいね。うん、結構、うん、最近あった話。はいはいはい。うん、え？何？どうした？何？どうした？何？出た、これいつものやつ出たわ。何？いつも？何？決まりの。何？おい、おい、ちょ、大丈夫？大丈夫？はい。え、嘘だ。おい、電気。やばい。嘘。おう、大丈夫。嘘でしょ。いや、電気は。嘘。おう、ちょっと嘘だろ。大丈夫。おう、やばいって。やばいよ。ちょっと、ねえ。おい、大丈夫か。おい、救急車。救急車。おい、大丈夫。おう、やばい。震えたね、やばいって。おい、大丈夫。おい。お分かりいただけただろうか。できるでしょ。できるでしょ。やってよ。無理。こんな怖い話ないもん。じゃあいつやるのって。で、この後の、次の次やる。何次？次の次ってなんだよ。どんどんハードル上がっていけ。そうだよ。いや。次やってて。次は無理。ちょっと。次 V。判断しましょう。なんとかやるんだよ、もう。これからやってくれよ。情けない。じゃあ、ま、で、できる次。次？うん。じゃあね。お、できる。お、いいね、ほら、こうだよ。すごいね。結構、うん。最近あった。はい。何？何？どうした？
ない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 、どうした、ないないない、出た出た、これいつものやつ出たわ。何いつも、ないないない、決まりの、はいはい、ちょ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 、大丈夫大丈夫、はい、え、ま、嘘だ、おい、そう、電気電気電気、やばいやばいやばい、嘘、おお、大丈夫、嘘でしょ、ね、電気は電気ない、嘘、おお、ちょっと嘘だろ、大丈夫大丈夫大丈夫、おお、やばいやばいやばいって、やばいよ、ちょっとね、おい大丈夫か、おい、救急車おい、大丈夫、おい、やばい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 、震えたな、やばいって、おい、大丈夫、おいおい、もう一度ご覧いただこう。倒れた女性の奥に、その時までいなかったはずの何かが現れた。自分の番になり、話を始めようとする女性だったが、声に詰まってしまう。そして次の瞬間、肩越しに現れた顔をカメラが捉えた。撮影者が驚くと同時に、女性もまた倒れ込み痙攣を起こす。その横にはひっそりと佇む女性のものとおぼしき足。彼らの階段が霊を呼び込んでしまったのだろうか。とあるビルの屋上で撮られた映像。その会話から察するに、ここで飛び降りがあったようである。面白半分で訪れた彼らは、気づかぬうちにある存在に遭遇していた。ハロス、死ねえ、いや、ちょっとこれは、お分かりいただけただろうか。絶対ここやわ。やめて。危ないんだけど。分かった分かった、もういいよ。危ないから、そんなあんまりちょっとさ、見てないで。あー、ごめん。危ないよ。人死んでるんだからさ。絶対ここやわ。あ、いや、分かった。いいよ、いいよ。そこ見てる。まだやろ。いや、いいよ、いいよ、いいよ。本当だ。いや、前そんな行かないわ、いいって。危ない、見た、いや、危ない、人が亡くなったのしまう、そう、危ないんだ、いっぱい写真撮る、写真、いや、いい、写真撮る、危ない、それ、はい、危ない、そうそう、落ちたら危ない、なんか落ちちゃうって、危ないから下がって、ちょっと下がって、いや、いいよ、いいよ、いいよ、分かった、見た、
もう一度ご覧いただこう。抱擁した仲間と彼を注意する撮影者たちの奥に映るはずのない人影が現れる。撮影者たちは飛び降りが起きた場所を探しているようだが、その背後、彼らの隙間から裸足で歩く足が見える。そしてその足はゆっくりと端まで移動し、飛び降りているように見えないだろうか。本当にこのビルで飛び降りがあったかどうかは不明だが、このカメラに記録された現象が異常であることは明白である。久々に会うという旧友とのテレビ電話風景、再会を待ちきれず待ち合わせ場所に向かいながら電話をする男性の様子は、この後の楽しい時間を予感させるものだが、そこに邪魔者が。もうあと2回ぐらいで着くかな。出てないでしょ。家出てないでしょ。いやいやいや、もう出てよ。ちょっと電車が絶対嘘だ。いや、ちょっと遅れてて、だいたいいつもそういうこと言うじゃん。いや、あのね、今回は違うから、もうちょっとで着くから。いいよ、分かってるから。え、うん、いや、あのだから、もうちょっとだけ時間は。本当のこと言ってみ。え、出てないでしょ。いや、出てるよ。はいはい。いや、あの出てるんだけど、ちょっと手間取って。もう分かったって。聞いてねえよ。いや、っていうかさ、とりあえずさ、今日さ、会うは会うでいいんだけどさ、どこ行く？あー、そういえば、いや、久しぶりすぎてさ、お前と会うのさ。あー、そうだね。どこにどうしようかなって思って。いつもノリじゃん、俺ら。確かに、そう言われてみれば。うまいもの食べたいよね。あー、確かに、それは欲しい。なんか、あんま食ってねえから大丈夫。なんかね、で、例えば、例えばさ、なんか、いろんな食い物を食いに回るみたいな。あー、どう？はいはい、あ、いや、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いろんな店ね。楽しくない？いや、絶対いいと思う。やりたい、やりたい。ちょっと待って。あ、これ、そこ行こうよ。いや、マジでね、そこね、めっちゃおすすめだから。うん、いやー、いいな。お分かりいただけただろうか。なんかうまいもの食べたいよね。あー、確かに、それは欲しい。なんか、あんま食ってねえから大丈夫。
えばさ、なんか、いろんな食い物を食いに回るみたいな。どう？あ、はいはい、あ、いや、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いろんな店ね。楽しくない？いや、絶対いいと思う。やりたい、やりたい。待て、ちょっと待って。ご覧いただこう。男性の後ろ、電車の窓に映り込むその存在を。友人との待ち合わせ場所に向かう途中、電話をかける男性。この日何をして過ごそうかを楽しそうに話しながら電車に乗り込むのだが、車窓に映り込む何かが確認できる。それは苦悶に満ちている顔に見える。この霊は男性に取り付いているのか、はたまたこの場所に何かあるのか。いずれにしろ男性には何事もなかったことを祈りたい。その内容から友人の結婚式に当てられたと思われるよくある映像。本来であれば和やかなコメント映像となり、夫婦の門出を祝うめでたいものだ。しかしこのあと映ってはならないものが確かにカメラに映り込んでしまう。思ってなくてね、あのね、もう何言ったらいいのかね、全然わかんないのね。でもすごい、なんかすごい感動してる感動してます。ねえね、あのね、あのねここね、あの一緒によく遊んだ川までね取りに来たんだ結構なんかちゃんと働きに出ちゃったから、最近はあんまりね会えてないけどね、またね地元でねなんか一緒に遊べたらいいなってね思ってます。私も頑張って幸せになるからっていうか、式で会えるから式もすごい楽しみにしてます。いやね楽しみです。結婚おめでとうございます。結婚すると聞いて、とても幸せに思ってます。いつも話が長いというふうに僕は注意されるので、今日は短くまとめたいと思います。とにかく結婚おめでとう。幸せになることを祈ってます。また近いうちご飯でも行きましょう。それでは幸せになってください。おめでとう。はい、結婚おめでとう。と大学で会ってからいろいろ楽しい時間過ごして元気いっぱいもらったけど、そんなちゃんが結婚するって聞いてすごい幸せな気持ちになりました。また時間作って2人で会いたいから、どっか美味しいとこに行ってまた改めてお祝いしましょう。今日はちょっと行けなくて残念だったけど、幸せになってください。じゃあ結婚おめでとうございます。
ます。よーい。おい、はい、さん結婚おめでとうございます。いさんとはもういつも仕事でいつもお世話になってます。で、まあこれから、まあ、ご結婚されるということで、 あんまり飲みに行けないかもしれないですけど、本当に幸せになってください。これからもよろしくお願いします。今日は本当におめでとうございます。お分かりいただけただろうか。あ、よーい。よーい。はい。さん、結婚おめでとうございます。さんとはもういつも仕事でいつもお世話になってます。で、まあこれから、まあ、ご結婚されるということで、あんまり飲みに行けないかもしれないですけど、本当に幸せになってください。これからもよろしくお願いします。今日は本当におめでとうございます。もう一度ご覧いただこう。男性にまとわりつくように現れたその腕を。最後の人物へと動画が変わった途端、画面と音声にノイズが入り始める。そしてノイズがひときわ激しくなった瞬間、この人物の体を撫で回すように血だらけの腕が現れた。これだけの異常が発生しているにもかかわらず、撮影者もコメントをしている人物も気づく様子はない。晴れ舞台となる結婚式の場でこの映像は流れてしまったのだろうか。連絡の取れない知人の家に向かう学生だろうか。知人の安否を気にしながらもふざけた様子で知人宅へ向かうが、知人が住む団地で彼らは予想もしていなかった体験をすることになる。何で呼ばれたの。分かんない。何も俺教えてねえから。マジどこでも来るじゃん。いや、あのさん、キッちゃんさ、連絡つける。いや、つかないです。つかないでしょ。何もない。そう。連絡取れない。私も連絡取れない。全然既読するよ。既読にもなって既読する。そうなんですか。うん、連絡つかないから。で、俺も連絡つかないんだよ。だから、ちょっとはほら、一応心配じゃん。とか言うのはまあ、口実なんだけどさ。いや、なんか絶対俺らは怪しいことやってるんだろうなと思って。うわ、仲良くない。いや、いいんだよ、別に。ちょっと出すしまいしょ。いやでももうこの後バイト。いやいいよ、バイト大丈夫だから。いいよいいよ。とりあえずさ、行こう。これから。いや、はい、まあ。俺は家知ってるから。大丈夫だ。大丈夫なんじゃない。いや別に俺はそんなに心配してないから。いやでもさ、まあ、なんか体調崩してたら大丈夫って感じだけど、うん、もしかしたら親来てたわとか、実家帰ってたわとかかもしれないし、女連れてこって帰るかもしれない。可能性あるけど、どうなんすかね。ビデオ、まあ、どうしようね。ビデオの様子入ってさ、彼女と履き合わせたらどうしよう。マジ気まずい。それが面白いんだよ。マジ気まずい。だから撮ってんだって。あ、ここ。いや、そうなんだよ、結構広いんだよ。でも私何回か知らないよ。あ、いいよ、俺分かるから。何回。あ、8回。はい。あ、なんか緊張してきた。本当に女の子だったらどうしよう。来れるんじゃないですか、これ。帰れないですか、やっぱ。お前バイト行きたいだけなの、別に。いや、違うんですよ。5時か。5時でしょ、別にまだ時間あるから大丈夫だよ。え、何。え、でも。ん、同じ人いた。は、外に同じ人がいた。何言ってんの、人。怖い人がいたの。何何待って。何、とりあえず出てよ。無理だよ、怖いもん。何が、何、どこに人がいたの。多分3階ぐらい。3階とか5階とか。今違うの、うん、じゃあ
じゃあいい、じゃあいいよ。誤解をして。私嫌だ、扉が違う、違うの、いたの、そこに人がいる。いるわけないじゃん。でも人がいるのは別に普通でしょ。だってめっちゃいないじゃん。どこに人がいた？待ってたんでしょ。だって違うの。無理無理無理、言ってよ言ってよ、自分が言ってよ、もう嫌だ。私見たくない、開けたくないから。いないよ。いないよ。来てみ、いないよ。もうやめようよ。やだー。ちゃんもなんとか言って、もう帰ろうよ。嫌だ。じゃあ、あんた部屋だけ行って終わりにしようよ。もう嫌だ。いいよ、もう来て、確かに。怖いんだけど。誰か待っただけだろ。気のせいだって。大げさなんだって、いちいちも。いるはずないでしょ、そんなの。お分かりいただけただろうか。なんか緊張してきた。本当に女の子だったらどうしよう。来れないんじゃないですか、これ。帰れないですか、やっぱ。あんまりバイト行きたいだけだろ、別に。いや、違うんすよ。5時から。5時でしょ。別にまだ時間あるから大丈夫だよ。別に。ん？何？今。ん？同じ人いた。は？外に同じ人がいた。何言ってんの？同じ人。怖い人がいたの。何？何？待って。何？とりあえず出てよ。無理だよ、怖いもん。何が？どこに来たの？いたの？多分3階ぐらい、3階とか5階とか。今違うの？じゃあいいよ。じゃあ誤解をして。はい。マジマジ待って、私嫌だ、扉が近く。違うの、いたの、そこに人がいる。見えてないじゃん。でも、いや、人がいるのは別に普通でしょ。だってめっちゃいないじゃん。どこに人がいたの？待ってたんでしょ。そっち行きなよ。やばい、無理無理、行ってよ行ってよ、自分が行ってよ、もう嫌だ。私見たくない、開けたくから。いないよ。いないよ。もう来てみ、いないよ。もうやめようよね、やめようよ、取るのもやめようよ。やだー、キーちゃんもなんとか言って、もう帰ろうよ。うるさい、もう嫌だ。じゃあ、あんた部屋だけ行って終わりにしようよ。誰か待っただけだろ。気のせいだって。大げさなんだって、いちいちも。いるはずないでしょ、そんなの。もう一度ご覧いただこう。一度通過したはずの階にいたと思われる人影が直後上の階に現れ、さらにはエレベーターが閉まる直前、カメラに向かい襲いかかる。ふざけながら友人の家へ向かうが、途中で起こる奇怪な現象で空気が変わってしまった。そして改めて知人の部屋へ向かおうとエレベーターに乗り込んだその瞬間、撮影者たちに襲いかかるかのように腕を伸ばす存在が。これらの現象は連絡の取れないという友人にも何か関わりがあるのだろうか。カップルなのだろうか。酔っ払い足元がおぼつかない男性の後ろ姿を記録しているこの映像。他に誰も通らない住宅街を歩いているこの二人。酔いが回り陽気に歩いている男性だったが、このあと彼に降りかかることを誰が想像できただろうか。もう落として、何吐くの？え？大丈夫？そう、大丈夫、ちょっと。で、大丈夫？気持ち悪い。気持ち悪い。気持ち悪い？うん。大丈夫。大丈夫。行こう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 。待ってるから。まあそうなんだけど。大丈夫？あ、あ、あ、なに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 。なになに。大丈夫？もう終わったよ。感情。もう終わった終わった。いくら？もらったから。もう大丈夫大丈夫大丈夫。レシートしかない。そりゃそうだよ。あれ？もういらない。これもいらない。ちょっと。
財布。財布入ってるからね。うん、気持ち悪い。気持ち悪いよ。ちょっと大丈夫。まっすぐまっすぐ。そっちそっち。うん。ああ、あれ。大丈夫。ないね。なになになに。好きは。うん、いいから前前前。いい、前見て前。あれ好きかな。もういいかいいかな。起きるよ、ほら、え、行こう、行こう、うん、ちょっとやめてもらって誰か来るよ、ねえ、早く、え、大丈夫、え、大丈夫、ちょっと、え、大丈夫、ちょっと、ちょっと、ねえ、待って、だれ、だれ、だれ、え、なに、だれ、ずっとだ、え、だだれ、え、だだれ、なに、だれも、だ、え、お分かりいただけただろうか、お誕生もう終わったよ。感情。もう終わった終わった。いくら？もらったか。もう大丈夫大丈夫大丈夫。レシートしかない。そりゃそうだよ。あれ？もういらない。これもいいのいらない。ちょっと財布。財布入ってるからね。はい。気持ち悪い。気持ち悪い。ちょっと大丈夫。ん？まっすぐまっすぐ。そっちそっち。うん。うん。ああ、あれ大丈夫、ないね、なになになに、好きは、うん、いいから前前前、いい、前見て前、あれ好きかな、好き、もういいかいいかあれは、あっ、ねえ、うん、怒るよ、もうあーうひどいな、起きるよ、ほら、え、行こう、うん、行こう、ちょっとやめてもらって、誰か来るよ、え、ねえ、早く、早く、え、大丈夫、え、大丈夫、ちょっと、ね、え、待って、だれ、だれ、だれ、え、なに、だれ、ずっと、え、もう一度ご覧いただこう。カメラが捉えた不気味な人影を。途中から尋常ではないほどの痙攣が始まり、何かをつぶやき始めた男性。彼が何と発しているのかは不明だが、その彼が指さす先で捉えた女性と思われる姿、一瞬映るあまりにも異様なその姿から、それがこの世のものではないことはわかる。この何者かが男性に害をなしているのだろうか。ここに映る女性の郵便受けに入れられていたという切っても貼っていない封筒、その見た目からしてただの郵便物でないことは想像に難くない。友人を公園に呼び、その中身を確認することにしたというのだが、何それ、え、キモ、
何それ白い粉。え、そればっか入ってんの。え、線香入ってる。線香。え、なんだこれ、なんでこんな入ってんの。やばいじゃん。まだ入ってる。なんか、え、何これ。え、ちょっと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 、お分かりいただけただろうか。何それ。線香入ってる。線香。何これ。ちょっと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 、もう一度ご覧いただこう。投げ捨てられた封筒に不可思議な現象が起こる様子を。塩のようなもの、続いて線香が取り出されると、女性の嫌悪感は恐怖へと変わっていく。最後に何やら文字が書かれていたであろう紙、それを見た瞬間、女性は封筒を投げ捨て走り去ってしまう。それを追う友人、残された封筒からは人間の髪の毛とおぼしきものが入れるように現れてくる。戻ってみるとカメラは停止し、白い髪は見当たらなかったと話す投稿者。この女性はこれ以降極端に外出を控えるようになってしまったというのだが、駐車中、ドライブレコーダーが作動したままになり、偶然撮られてしまったという映像。そこに映るのは、何事もなく行き交う車と人。だが、そこには現れるべきではないものが映り込んでいた。
かりいただけただろうか。一度ご覧いただこう。前方の柱から現れる不可解なものを。前方の柱の影からゆっくりと歩み出てくる人影のようなもの。だがそれが人であると断言できないのは、その胸のあたりから上が消えてしまっているゆえである。車が手前を走り抜けると、その姿は消え去っていることがわかる。なぜこの場所にあのような形で現れたのか、またなぜ突如消え去ったのか、すべては謎のままである。薄暗い部屋で壁に向かって何かをしている女性。積年の恨みを晴らすべくある儀式をしているのだという。だがこの儀式は不本意な形である効果が見られたというのだが、お分かりいただけただろうか。
度ご覧いただこう。立ち上がった女性の首元に注目してほしい。指先からの血で何やら人型の紙に文字を書く女性。その文字は人の名前だろうか。やがて人型の手、足、そして首と順に紙をちぎっていく。女性は一旦立ち上がり、画面左に去っていくが、その時、女性の首が切り離されているように見えないだろうか。不可解に消えてしまった自らの首。呪いの儀式は思わぬ形で当人に帰ってきてしまったのだろうか。女性の無事を祈るのみである。家族で訪れた行楽地。ロープウェイの窓から広がる自然の景色をスマートフォンで撮影していた投稿者。空を飛んでいるような錯覚に見入っていると理解しがたいあるものが映像に映り込む。お分かりいただけただろうか。もう一度ご覧いただこう。すれ違うロープウェイの下に注目していただきたい。雄大な自然の中、すれ違ったロープウェイが空を飛ぶように離れていく。だがそのロープウェイの下から手を伸ばした人影のようなものがぶら下がって見えないだろうか。無論生きた人間のいたずらであるはずがない。だとすればこれは浮遊する霊のいたずらだとでも言うのか。このロープウェイには家族とおぼしき乗客の姿も。彼らに何事もなければいいのだが。